こんにちは、コノです。こんにちは、ナシです。というわけで今回はマイクラ脱出マップ、はい、キサラギからの脱出っていうね脱出マップをナシと一緒にやっていきたいと思います。お願いします。 お願いします。これなんか怖いよコノさん、ね、こんなあ、これもう電車からキサラギ駅になんかえ、あ、もうついてるってことなのかな、脱出だもん。わかんない。今トンネルの中じゃない？だってさ、窓見ても暗いよ、うん。確かに。私たちは電車の中にいて、で、うん、トンネルの中にいて、みたいな感じなのかな。そう、これがきっと、キサラギ駅に着くんだよ。いや、怖いね。キサラギ駅ってだって都市伝説のやつでしょ、なんか。そう、存在しない駅みたいなさ。そうそうそう。うん、ちょっとやってきますか。コノさん。はい。これなんかいい感じじゃない？え、ごめんごめん、めちゃくちゃ怖いよ。ちなみに外真っ暗で全然行かせない。ごめんだけど全くムードないよここ多分。ちょっと目の前にある本を読もう。読みますか。はいはいはい。キサラギ家の脱出、お謎解き、アスレチック、隙間要素、待って、アスレチック、はい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 、いいね。このさんもさ、なし教えたからできるようになってるはずだよ。まあ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 、できるといいね。電車内での居眠りに注意、なんだこれ。え、はいはいはい。まあ、本は取らないでこのまま置いてていいのかな。なしさ、コノさんの手握っとくから、もしコノさんが眠りそうになったらギュッて掴むわ。いや、なんか、なしの性格的になしも全然眠りこけそうだけど。そんなことないよ。そんなことありそう。まず、これこの怪しげな感じもあるけど。ね、感じもあるけど。一斉のセリフも。あ、いいよ。一斉。あ、待って、ごめん。あ、でもこれ何、あ、怖っ。次はキサラギ駅、キサラギ駅でございます。え、寝過ごしちゃった。あ、これセリフ。違う。あ、じゃあオレンジ読むかな。し、あ、待って、どのくらい寝ていたのだろう。とにかくこの駅で降りないと。うわ、待って、音めっちゃ怖い。あ、着いた。うわ、あ、雨降ってるじゃん。降ろされてるし、電車から。ほんとだ、いつの間にかいなくなって。ね、ちっちゃいね、駅にしては。そうね、結構田舎のなんか寂れた駅って感じがして怖いよね。なんか看板いないしね。看板じゃない、なんかチェストある。のぞこ、このチェストの中身。お、なんかある。彼岸花。なんかめっちゃ不吉じゃない。ね、なんかめっちゃ不吉。なにこれ。あ、看板ある、あっちに。ほんとだ。あ、聞いたことのない駅名だ。携帯電話も県外で使えない。え、ナッシー脱出マップやった時ある？ナッシー脱出マップは、うん、まあ、やったことがあるようなないような。ああ、初めてなんだ。私も初めてだからちょっと、え、なんかこの花だけで脱出できるって全然思えないんだけど。この花何の役に立つの？ね、ね、むしろさ、なんか現実から脱出しちゃいそうな花だよこれ。ねえ。もうすでに脱出してるんじゃないかぐらいまでだけど。え、とりあえず探さないと、ね、いけないのかな。ね、アスレ要素もあるって言うけど、あ、隙間要素、あ、なんかある。チェストある。おお。駅の収納、キサラ駅の鍵。あ、これめっちゃ大事じゃない、鍵。そう、 これで駅の中に入るんだ。いいね、よく言ってたね、このさん。ね、これ結構難しいね。でもちゃんと見ないと。隙間っていうくらいだから。確かに、ね、これどこにくっつけるんだろう。どこにくっつけるんだろう。でもなんかここ違うよね、色。この石、ここだけ。確かに。あ、ごめん。あ、着いた。わっ、おー、これ冴えてる。開いた。あれ、もうなんか脱出できそうじゃない。でもこの感じだと。確かに。このまま駅出て行ったらね。ね、電線とかもあるだろうし、それで携帯電話脱出呼べば、ね、すぐに警察が来てくれる。屋根やばいね、これ。そう、とても人が使ってるとは思えないようなボロくささな。スタッフオンリー。あ、これはなんか本当に食べそうなとこかな。本当かな。スタッフオンリーってスタッフいないだろ、ここ。ね。絶対なんかあるよ、ここ。あるかな。暗闇で何も見えないけど。確かに。でも行くべきは一応こっちなのかな、順応的には。ちなみに、あそこ電気室だったよ。ここにね、電気室の鍵穴っていうのが。お、お、なんかある。本当だ。あ、ここもなんか、いずれは入れるようになるんだ、じゃあ。そう、電気が使えるようになるんだ、多分ここを開けると。あ、結構ブロックの色違うの大事だね、マジで。ちゃんと見とかないとな、分かんなかった。じゃあ当てるか、なし右の扉当てるから、コノさん左の扉当てても。何その無駄な共同作業。いいじゃん、せっかく二人きりになったんだから。はい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 、はい、3、2、1、はい、おー、でもコノさん先に行って。あ、なんかちゃんとしてる。屋根だけちょっと全然ちゃんとしてないけど。
嘘ね。でもなんか屋根さ、すごい意味深な開き方してない？あ、なんか、なんか法則性ありそうではある。そうだよね。なんか不思議な屋根の割れ方してる。アスレチック要素っぽい感じもなんか気持ちする。確かに。で、で、なんだこの部屋は。なんだろう。うん、あそこにさ、めっちゃチェストある。ね、そうそうそう。え、これさ、乗り越えれないよ。どう頑張っても。確かに。この、まず部屋の中から何か、あ、あ、のさ、こっち来て。早い。これ見てよ、このさん。うわ、うわ、なんだろう。いやらしいとこにある、マジで。そうね。えい。あ、二つある。あ、食堂の鍵が二つもある。二つもあるの、食堂の鍵。じゃあ、このさん、半分こする？あ、うん。うん。じゃあ、なしさ、左のさ、食堂の鍵取るわ。左利きだし。あ、はいはいはい、あ、なし左利きなんだ。そうだよ。二つあるの意味わかんないね、でも。そうね。だって、食堂は一個だけだよ。ね。これどこにくっつけんの？これ食堂かな、そもそも。確かに。なんかここもよくわかんないよね。でもあとブロック違うよね、こことここ。そう。端と端ね、一旦置いてみる？一旦置いてみるか。オッケーオッケー。せーの。あ、ごめん。あ、開いた開いた。あ、開いた。二つある意味何だったんだろう。あと食堂っぽいね、確かに。いや、駅に食堂なんてあるかな？え、駅弁売ってるんだよ。今時の駅はさ、車内で弁当が食べれるんだよ。まあ確かに。いやでも駅で多分作んないと思うけどね、駅弁って。あ、そっか。なし、じゃあここのチェストの中身見てみるわ。コナさん、かまどとか探してみて。なんか何にもないな。ない？うん。あ、あった。これ見て、コナさん、真ん中のチェストにさ、矢がある。矢？矢って何に使うの？弓もないのに矢に何使うんだろうね、マジで、うん、こっちもちょっと見てみよう。なし、じゃあ矢取っとくね。はい。燻製器なんか真ん中にあったらこっちも真ん中になんかありそうと思ったけど、なんもないや。おお、じゃあ本当にあそこだけだ。あそこだけだね。あ、なんかここもさ、色違くない？え、なにこれ、コード購入口。数字3って言ったの、コードだって。なんかここもあるんだね。いや、なんか結構広いね、マップマジで。うん。あ、待って、なんかここもチェストある。え、嘘ぞ。どこどこどこ、ここ、ここ、あ、ほんとだ。いや、あ、これ見失せてみて。あ、日記帳、湖の湖畔で。いや、なんか日記帳がある。じゃ、このさ、読み上げてよ。でも短いな、日記帳。3分の1、3分の1、1月3日はどっちだろう、うん、湖のほとりで。長いな。大学で知り合った友人6人はキャンプをするために車で森に向かっていた。数時間運転して目的地に到着。彼らはキャンプを予定していた森の近くに湖を発見した。そこには飛び込んで遊べそうなちょうどいい高さの崖もあった。急いでテントなどの準備を済ませ6人は透き通った湖へ飛び込んで日が暮れるまで自然を満喫した。って終わってるから、これ3つあるんだ、日記。多分続きがあるんだね。あ、最初の方はなんか平和だそうだったね。ね、バーベキューだからキャンプに行ってなんか遊んでますって感じだから、まだトラブルは何も起きてないね。まだね。あとこのボタンなんだろう。これ絶対押したらなんかバケモンとか出てくるんじゃないの、この怪しいボタン。あー、そのための矢とか。いかにも押してくださいみたいなボタンあるじゃん、ね、じゃあ押すか。いいよ。せ、お、お、お、レベルが溜まった。これあれだ、なんか名付けとかするのか、なんか集団。ここにさ、コードを記入してくださいっていうのがあるからさ、うん、とここに数字を3って言ったら書くんじゃない。あー、だからそれで必要な経験値なんだ。なるほど。ダッシーが押しても多分あれじゃない、経験値溜まるんじゃない、多分普通に。あ、だよね。本当だ、溜まった。経験値がどんどん溜まるだけだ、これ多分。で、この扉だね、問題は。ね、もうここは何もなさそうだから、次行くしかないよね。行きますか。じゃあ、うん、行く？このさん当ててよ。1個しか扉ないし。あ、そうだね。そうだね。なんかあったら守ってなしのこと。逆だと思うんだけど、うん。トイレだ。え、トイレにそんななんかあるかな？なんも。てか、トイレだけちゃんと屋にしっかりしてるの何なんだろうね。そうだね。まあ、ある意味、そこら辺しっかりしてるから。ねえ。いつ脱出してるときにトイレ行きたくなっても。まあ、確かに。快適に使えるけど。でも、これ何かあるかな？なんか、なんも。あ、待って。このボタンじゃない？このボタン？トイレの横の。あ、確かにこれ流すボタンだと思ったんだけど、他にもなんか流れてくるのかな。ね、他に何もないからね。お、お、便器が閉まった。便器が閉まっただけど。便器が閉まった。
やばい、何にもないね。待って待って、一旦情報を整理しよう。そうだね。今自分たちは探索できる範囲の全ての部屋を探索したね。そうだね。で、唯一なんか他に繋がりそうなのはあそこの部屋にある、うんうんうん、あのシャンティタのコードを入力する場所だと思うわけよ。そうだね。で、自分たちは多分このシャンティタのコードの鍵となるヒントを探しに行かなきゃいけないの。そうだね。でも全くないね、間違いなく。あれ？おかしいな。なんかあそこのさ、ここに立ってさ、うん、なんかあそこが空いてるのだけちょっと気になっちゃうけどな。あ、ほんとで、なし反対側行ってみるよ。反対側行けるかな。あ、ほんとだ、ここ空いてるわ。ねえ、なんかそこちょっと、ここ空いてるんだろう、気になるとこではあるよね。うん。でもね、ミリクリックね、いくら押してもね、チェストとかの痕跡がないね。ね、なんか、こっちもポコッと開いてるし、開いてるとこなんかちょっと多いよね。多い。もしかしたらなんか見逃しちゃったかな。ほのさん、はい、やっぱこの穴すごい気になるんだよな。だってこれ5に見えない、一番左の穴。確かに一瞬私も5に見えた、うん、だといったらこれ真ん中8だよね。確かに。ちょっと右6じゃない。ほのさん、すごくないなし。これすごい、これすごい。いや、これはすごい。すごいっすよ。すごいし。なし、ずっと気になってたんだよね、この謎の穴。私、5は分かったけど、真ん中8だわ、これ。すごいだよ。いや、これ天才だ、ちょっと。なし、ちょっとさ、あの、コード機に586って書き込んでくるね、うん。そうだね。これは、これは天才だわ、マジで。586。なんか、なし、どんなダイスマップでも大丈夫そうだな。そうよ。このさんがつまずいてても、なしが導いてあげるからね。そっか。よし、でもだからさ、魔物とか出てきた時はコノさん守ってよ。うんうん、体力勝負は私なんだ。よし、じゃあ入れるね、ナッシュ、この586のコードね、行こう。おっ、わあすごい。よっしゃー、やった。これはすごい、やっぱ合ってたんだ。ここはでもなんだ、何の部屋だろう。なんか2つ部屋が奥にあるね。あれ戻った。えっそ、これさ、スタッフオンリーってさ、あれでもなんかちょっと違ってる、最初の場所と。そう、あっちは電気室のスタッフオンリーだけど、ここは何の部屋だろう。なんかループしてない？でもこっちもなんかね、そういうこと。そう、確かに。え、ちょっと一旦引き返そう。一旦ね、やっぱ一緒だよね。なんか確かにちょっと違うけど、また似たような場所に。うん、もしかしてこれ迷宮に迷い込んでるんじゃない。マジ？だってさ、おかしいよ、駅がこんなに広いなんて。確かに、この駅広すぎるよね、あんなにボロボロだったのに。そう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 。まあ、こっちか、じゃあ行きますか、こっち行く、うん、行くよ。おお、でもさっきとまた本があるとこではあるんだけど。あ、全然違うね。ね、図書館みたいな感じかな。こんなに本があったら日記の一つだよ、二つ。あ、チェスト。あ、これまた日記だわ。本当だ。3分の2。ちょ、また読むね。さっき何があったんだろう、あの後から。そろそろ引き上げようとした時、一人が崖の上から飛び込むと言い出した。友人のチャレンジを見守ることにした5人は、笑い話をしながら待っていたが、いつまで経っても崖の上に友人は姿を現さない。しばらくして、さすがに何かがおかしいと感じた5人は友人を探した。ところが結局、友人は見つからず、再び6人が揃うことはなかった。え、一人減ったんだけど急に。いや、飛び込んだまま帰ってこなかったってこと？いや、なんか飛び込む、いや、飛び込む前になんかもう消えちゃったみたいな、崖の上に。おー、なんか急に消えちゃった。怖っ、なんか神隠しみたいな感じじゃん、そんなの、ね、やっぱさ、コナさん、うん、手繋いどいた方がいいよ。でもマイクラに手繋ぐってないよ。いけるなんとかなんとかしようとしてる。でもどうしよう、日記見つけても何にもならんのよね、正直。あ、確かに。これもう一個の部屋はだって鉄のノアで、ねえ、スタッフオンリーだから、閉じられてるから、なんか見つけないと。うん、あ、なんかないかな。いや、違うな。なぜこのさ、左側調べるから、このさ、右側調べて。そうだね。夫婦もね、最近の夫婦は、あ、あった。あ、うん、早かった。あ、隠されてた。あ、これ電気室の鍵って入り口の方にあった部屋の鍵だ。マジ？行こうよ、このさん。戻ろう。
でこのさんはさ、あのこの図書館ルームすごい良くない？あ、いいね、本屋いっぱいあってね。しかもさ、これ扉があるから密室だしさ。いやでもほら雨はボロボロだし、ここ木更木駅なんだよだし。あーそっか、ここでそっか、このさんと住むにはちょっと無理があるな。うん、全然無理しかないかも。戻ってきた最初に。着いた。いや、いよいよ本番って感じするね、ここ。そうだね、電気がついたらさ、いきなりさ、隠れていたお化けがあらわになるかもしれないじゃん。そうだね、いや待って、怖いこと言わないでよ。大丈夫、大丈夫。開けるよ、なし。はい。えい。おお、開いた。なんか、文字も出てきた。いや、なんかちょっとこっから見てるけど、おかしくない？なんかさ、すごいさ、謎解きって感じのさ、なんか、なんか急に変わったね、なんか暮らしみたいな、ちゃんと駅っぽかった感じから、部屋から急になんかすごいね、これ頭使わないとなんか行けなさそうなのがどんどん伝わってくる。いやでもさっきね、ナッシー行けたからね。確かに、あれはすごかった。でもなんだろう、トロッコとかもないし、でも線路いっぱいあるし、この真ん中のボタンがなんかあるんじゃないね。上にもあるよ、でもボタン。ほんとだ、あれ。じゃあ、このさん、上を押してみて。おん？あ、これ、あれか。上でトロッコ出して、下で線路を切り替えながら、なんか、どうにかたどり着かせないといけないのか。なるほどね。ああ。これ押すと、これ全部切り替わるから、多分トロッコがいい感じのところに行くとタイミングよく押さないといけないの。そうだね。サボテンに当たる前に。コノさんやってみてよ。じゃあ、なし、トロッコ出すからさ。オッケー、いくよ。はい。コノさん、心の準備はいい？オッケー。オッケー、オッケー、いくよ。頑張るわ。はい、はい。あ、あ。大丈夫、大丈夫。人生、山あれば谷ありだから。そう。オッケー。ちょ、もう一回行こう。ちょ、もう一回やってみて。もう一回、もう一回。オッケー、オッケー、オッケー。聞いとり直して。はい。いくよ。はい。で、あ、オッケー、オッケー、オッケー。これで、あれ？あ、これ時間あったら、これ多分コノさん、そう、ボタンがこれ元に戻るとまたレールも元に戻っちゃうんだよ。普通にゲーム要素すぎるな、あまりにも。すごいタイミングが大切だね。タイミング大事だね。いくよ。はい、はい。コノさん、ちょっと今のダメなん？まあ、これ惜しかったよ、このさん。あれ、ナッシーがすげえフォローに回ってる。うん。オッケーオッケーオッケー。感覚、感覚つかめた？いくよ。オッケー。オッケーオッケー。はい。あ、いいね。オッケー。1個目、1個目。はい。あー。ちょ。でも、いける。そうだね、1回目いったしね。進歩はしてる。じゃあ、いくよ。はい。はい。ごめんね、ちょっとナッシー一回やってみよう。ナッシー一回やってみよう。一旦ナッシーやってみよう。じゃあ、この後は上のボタンを押して。オッケー、オッケー。いくよ。うん。はい。めっちゃうまいな。めちゃくちゃうまいぞ。ちょっと待って。集中、集中、集中。あー！いや、ちょっと待って。これはナッシーに任せた方がいいんじゃないのかな。はい、ここさ、パワードレールあるからさ、気をつけないとダメ。そうだね。ここですごい加速してるよ。加速して、で、こっち行って、これ最終的には、ここの電気がつけばいいのかな、なんか。確かに、電気室っていうくらいだから、きっとここで全ての電気がつくんだよ。そうだね。電気ついてでも、あそこが開いてどうなるんだろう。多分ここだよね、チェストね。うん。このチェストには、あの奥の方の部屋のさ、鉄の扉開ける鍵とかが入ってる。あー、だといいな。日記とかだったらどうしよう、最後の。じゃあ行くよ。ずっと、うん、いいよ。はい、オッケー。うまいな。はい。で、パワードレール。あ、うまい。あ、待って、早い。あ、惜しい。惜しい。あと1個だった。すごい、パワードレールちゃんといけたな。慣れてきたナッシーも。次でいけるよ。あ、なんかもうナッシーはこの全部のマップで、ま、ここで全部で5分の1って感じじゃない、完全に。私と違って。
それもある意味共通点だった。共通点なのかな。うまい。あ、行ったんじゃない？これ。これで？ほう。お。あ、開いた。そこに行ってみよう。あ、開いてる。やった。じゃあナッシーがやったので、はい、開けますよ、コノさん。金庫ってなんだ？お。お。これはちょっとコノさんには内緒にしたいな。なに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 。だってね。ジロ。え？見てこれ弓だよ、コノさん。待って。戦う要素あるってこと？とさ、強いモンスターが襲ってくるんだよ。やばいな。コノさん、うん、ナッシーはさ、うん、ナッシーはあんまりリスクを犯したくないからさ、うん、コノさんにあげるよ、この弓。ちなみに言うと私、すっごい弓打つの下手だよ。その時はもう一緒に死ぬ。その時はその時か。まあ、でもどうしよう、これ。コノさん、あそこのトロッコ付きチェストに何かありそうじゃない？そうだ、そういえば。じゃあ開けるね。怪しいな。うん、いいよ。あ、何も入ってない。あれ？あ、分かったかもしんないな、し。コノさん、ちょっと来て。あ、待って。ん？これ、もうチェストだよね。うん。あ、開いた開いた。チェストだ。あ、最後の日記だかも、これ。ほんとだ。ちなみに。読むか、これも。うん。え、やだな。え、もうだって何もないってことは、この後戦うしかないってことでしょ、もしかして。そうね。覚悟しないと、この。やばい、やばい。じゃあ日記帳。ちょっと待って。え、大丈夫？やばい、この日記。翌年、友人の死を弔うために、5人は再び湖に集まった。え？もう死んでることになってんの？すると5人は湖のほとりで一人の男性を発見した。徐々に近づいていくと、それは湖のほとりでうつむいている失踪した友人だった。お、驚いた5人は友人の名前を叫び、彼の元へ走り出す。しかし友人は全く反応しない。すぐそばまで駆け寄ってもまるで気づいてくれない。無反応な友人が泣きながら見ていたのは、湖のほとりに建てられた5つのお墓だった。え、そっち？うわー。あー、死んでたのは自分たちだったってこと？これあれだ、呪術トリックみたいなやつ。そう、いや、怖い。怖い。これはまんまとやられたな。ね。ってことは、そのさ、友人はどこにいるんだろうね、今。確かに。友人はなんで回避できたんだろうね、なんかその死のね、あれをね。ちょっとあと大丈夫かな、チェスト。見逃してるところないよね。ないね。この指と矢でなんとかするしかない、ね、二人この後戦うよな。なんかもう見えてる。やだなマジで。コノさん任せたよ。任せたよ。マジで体はもうコノさんのものだから。あれ、私ホラー二つ体感してる今、もしかして。何がホラーの。でさ、コノさん、うん、あそこにさ、不自然な穴があったと思うわけよ。ちょうどさ、矢がさ、入りそうな隙間じゃない？どこどこ？あ、これ、この穴。あ、ここ？コノさんがさ、こっから見てさ、不自然だなって思ってるこの穴のことだよ。ほら、的があるよ、だってあそこ。あ、ほんとだ！あ、ほんとだ！あ、すごい！だって気づかなかった。なしでもここ、的あるのは初めて気づいたわ。あ、戦う要素じゃないかもしんない、これワンチャン。ね。コノさん、でもちゃんとエイム合わせないとダメだよ。そうだね。ちょっと上の方がいいんだよね、多分ね、この遠さだと。確かに。偏差があるから。いきます。はい。どう？当たったと思うけど。もし当たったならね、動力が伝わって空いてるはずだよ。当たったんかな、これ。いや、でもなんか当たったらでもなんか。当たってなさそう？出てるよね、多分ね。なんか、うん、開きましたみたいな。ちょっともう一回、え、当たってると思うんだけどな。ダメかな。あ、開いた。開いた、開いた、開いた。さっきの当たってなかったんだ。はいはいはい。扉の開く音がした。いいね。コノさん、意外と弓上手いんじゃない？いや、そうだね。テイク2だけどね。そんなんカットしたらいいね。スタッフオンリー。これさ、何部屋か分かんないよ。ね。本当にスタッフオンリーかな。スタッフオンリーなのに入れていいのかな、本当に私たち。だ、怖くない、ここ。あ、これアスレチック要素？これ落ちたらさ、もう元に戻れなくない？確かに。あ、戻れる、戻れる。必ず、あ、優しい。戻れた、戻れた。優しい、優しい。アスレチックか。はい。はい。ブロックの端っこでね、ダッシュジャンプしても通れるんだよ。
え、これなんかダッシュでも普通に取れるくない？あ、ほんとだ。お、いいね。あ、ここすごい穴いっぱい開いてるから、あ、気をつけないと落ちちゃう、ま、そうだね、そうだね、頑張れ。オッケー。あ、いいね。で、あ、やばいな、ここ、ここ行き過ぎたら、あ、一番最初に戻される。ちょっと待って待って待ってこれなんかイライラ棒みたいなあれがあるな、あれあるな。待って、一番難しいコナさん頑張って。待って、多分ここ絶対つまずくとこじゃないんだけどな。なんかここさ、ジャンプなんかできないよね。そう、これ多分上にバリアブロックがあるから。そう、そう、確かに雨が、やっぱジャンプするとちょっとだけ浮くからね。穴のところでいい感じにジャンプすると穴のところで浮くよね。これタイミングゲーだよね。そう、ほい、はい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 、うわ、はいはい、これ多分、おお、あ、お、いけた、よかった、やったよかった。ここで30分ぐらい使おうかと思ったじゃあ開けるか、近藤さん。はいはいはい、お、え、なんか嫌じゃないこれ。すっごい嫌。だって遠くの方になんかちょっとだけヒノキのドアが見えるけどさ。うわ、ほんとだ。あれ絶対開けちゃダメなドアだよ。コノさん、コノさん、コノさん。はいはいはい、閉めた。な、もう、冷めそうじゃないここ。え、ぶっちゃけ、うん、ぶっちゃけさ、もう良くないここであれあれなし、ほら苦手。いや、いや、まあ、そんなことはないんだけどさ。うん、おお、行く行く、大丈夫かな、落ちたりしないかなこれ。でな、シフトをしていこうよ。シフト、ゆっくり、ゆっくりでいいのこれ。ゆっくりじゃないだろ絶対あ、じゃあなし、右の壁伝いに行こう。私左伝いに行く。だって怖い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 。この人はさ、前見ててよ、なし、うん、後ろ見ていくわ。オッケー、指持っとくわ。うん、いいね、本当にガッチリ後ろ見てる遠いな。確かに全然進んでない。やっぱそれは私たちがシフトをしてるからなんだけど慎重に行かないと、こういうの。ここで慎重に行っても暗いんだけど、めちゃくちゃ、まあ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 、どんどんだって駅から離れていくよ。確かに、いや、離れた方が脱出的にはいいんじゃないのかな。え、でもこんなさ、違和感のある扉開けたくないよ、なし。いや、でもここにもいたくないよ、全然。お、え、待って待って待って、コナさん、何何何、気がつくと部屋のベッドにいた。全然ベッドじゃないけど、ここどうやら悪い夢を見ていたらしい。あれあれ、夢落ち。あれ、如月駅、存在しないはずの駅、あの場所は一体何だったのだろうか。あれこれ夢落ち、夢落ちあれそんなことあるあとベッドの中に違和感を覚える。おお、違和感、ここには真っ赤な火バンガナが残っていた。あ、夢落ちだけど夢じゃない。うわー、怖い。あ、で、クレジット的な。なるほどね。あー、ゲームクリア。おー、今夜あなたも如月駅へ、制作の厚草さん。おー、でめちゃくちゃ面白かったこれ。やったー。どちらかというと謎解きだったね、うん、完全にこれ。そうだね、怖かったけど。でもさ、2人でさ、役割分担できてよかったよ。そうだね、コナさんのあの弓がまた打つやつとかもうまかったよ。すっごいフォローはしてもらえるこの扉の先には何が、特に何もないけないんだけどさ。じゃあずっとこの部屋で2人っきりってことか。あ